TBS アナウンサーの日比真央子です。 SDGs ジャンクション地球を笑顔にするラジオ、この番組では地球を笑顔にするために、そして地球に住む私たちも笑顔になるためにどんなことができるのか、 SDGs に取り組んでいる方々のお話を伺いながら今できるアクションを考えていきます。さて第4回、本日のゲストは前回に引き続きましてギタリストの杉蔵さんです。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。明けましたね。明けましたね。明けて久しいですね。そうですね、はい、23でもお世話になります。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて大変簡単なご紹介になって恐縮なんですが杉蔵さんはルナシーや X ジャパンなどで活動している日本のロックシーンを代表するギタリストのお一人です。そして去年の11月23日にはソロデビュー25周年を記念したシングルベストザ・コンプリートシングルコレクションリリースされました。さて前回は水素に関するお話、エネルギーなども、はい、本当に幅広い水素のお話を伺いましたけれども、はい、今回はですね、まあ、SDGs の取り組みといたしまして、うん、杉蔵さんアパレルブランドを立ち上げていらっしゃるんですよね、はい、それも去年ですね、初めてやっと1年ぐらいなんですけど、ずっと自分がやりたかったじゃないな、待っていたことなんですよね。待っていた。要はファッション、服、ね、アパレルを楽しむために僕らが服必要じゃないですか、はい、どれだけそのために環境が怪我されているのか、うん、同時にどれだけまあ、人権を相当踏みにじられるようなやり方で、うん、人々の労働が強いられているか、うん、調べれば調べるほどアパレル産業ってすごく課題があるんですよ、はあ、少なくともその温暖化ガス排出産業としてはワースト2位みたいですね。そうなんですか。1位は車でしょうね。あー、なるほど。で、服の世界がアパレルの世界、作り方、ビジネスの在り方が変わっていかないと、うん、やっぱり地球環境の、まあ、復活というか再生は考えられない、考えにくい。で、僕は実は15、6年前に自分のグッズの一環としてオーガニックコットンとヘンプをミックスした T シャツを作ったんですけど、そんなに前から。そうで、2005年ぐらいですね。もういや18年ぐらい前から。そうですね。その頃頑張って作ったんですけど、まだまだ素材もなく、市場もなく、グッズとしてはとても高価なものになってしまって、うん、まあまあプロダクツとしては大失敗したんですよ。で、これはこれごれだと思って待っていたんですよね。環境に負荷をかけない服のブランド、アパレルブランドが出てくるの全然出てこなかったんです。うん、僕はね、こう見えてもアートドアが好きで。あ、そうなんですか。うん、パタゴニア好きなんですよね。は、うん、パタゴニアはもうずっと環境に負荷をかけない服の作り方を実践して、それで強大になってますよね。素晴らしいと思うんですね。ベネトンもコンセプトは素晴らしかったりしますね。近年で言うと、例えば本当にハイファッションなブランドだとグッチやプラダがそういうコンセプトのものを作り始めていますね。まだごく一部の製品ですけどね。で、例えばステラ・マッカートニーがその意識を標榜したりしています、はい、でもまだ僕らが好きなね、ロック的なファッションとかエッジなファッション、うん、僕らがステージで着れるような服のいわゆるエシカルなものって存在していなかったんですよね、うん、ちょっとこれは語弊を恐れずに申し上げると、うん、真逆だと思ってました。そのロックなイメージとエシカルなイメージって遠いのかなって勝手にイメージがあったんですけど、まあ、過去はそうですね、少なくとも20世紀はね、うん、それはもう昔のあり方で、今はそれ変わっていかなきゃいけないですよ。もっと言うとジャンル関係なく全てのアパレルがもうエシカルになっていかないと後がないと思っています。で、まだ存在していなかったのでしょうがないかと思って自分で始めたんです。ああ、そうだったんですか。だから僕の衣装が、そうですね、もうこの1年半ほど着てる僕の衣装は基本的にエシカルなもので、僕のブランドが多かったりしますね、うん、いや黒がベースで、はい、ステージ衣装もそうですけど、今インスタグラムのお写真拝見してるんですけど、うん、エシカルというと例えばふわっとした
コットンの感じのこう白いものみたいな、うん、そうこれ白いですけど、あ白いものもありますよね。あの要はナチュラルなね、アーシーな方向のイメージ、そうですそうです、なんかソフトな感じ、自然でねふわっとした、はい、それが、まあ、それはだから一般的なイメージだよね、でもそれだけじゃないということをあのこれから作っていかなきゃいけないんですよね。うわかっこいい、うん、ぜひ着てください。ちなみに今着てるこのモフモフもそうです。そうなんですか。これはリサイクルウールですね、あの重要なのがオーガニックコットン、はい、ヘンプ、いわゆる、まあ、あの基本的には地球を汚さない、うん、農薬を使わない方法で作られた素材を使うことがまず第一、うん、でも実はそれだけじゃなくて、あのリサイクルがとても重要で、僕が去年ずっと着ていたパーカーがあるんですけどね、このブランドの、それはねリサイクルポリエステルなんですけど、これペットボトルです、もともと。全然そのもう分からないのはもう当たり前だと思うんですけど、うん、もう本当にシンプルに素直にかっこいいです。なのであのエシカルなファッションね、オーガニックなファッションだとふわーっと土、はい、なんか土っぽく自然っぽく、ね、山の中で森の中で、はい、アーシーで、まあ、それはそれでもちろん僕は好きですよ、なんですけどそれだけじゃないってこと、ただまだまだ、問題というか解決しなきゃいけない、ね、あのそういう、まあ、重要な問題がいくつかありますね。例えばレザー、やっぱり僕らレザー好きですよね、でレザー着ます。本当は動物を殺したくないです、でビーガンレザーってものがあります、植物の、あの皮とか、特に実は面白いのが果物の皮、そんなできるんですか、バナナの皮とかリンゴの皮とかがレザーのような、まあ、いわゆるだから合皮、フェイクレザーになるんですけど、まだまだ服としてかっこいいものが作れるまでに至ってないんです。それは生地がまだちょっとレザー感が出せないってことですか。あの例えばそれがスニーカーとかにいいんですけど、ジャケットを作るにはまだちょっと形が作りづらいとかあって、なるほど、あくまでもまずかっこいいことは大前提なんです、なのでうちのブランドね、ザワンデスの、あの、まあ、デザイナーがこれまだちょっとかっこいいのができないので無理ですって言うんですよね、で今は、まあ、妥協案として使っているのがエコレザーと言われるもので、それはあの食肉用に、まあ、殺されてしまった動物のいわゆる廃品ですよね、を使うってことがもう絶対で、同時にレザーの製品ってなめし加工という工程が必要で、その段階ですごく毒素が排出されてしまうんですね。その毒素やっぱり貧困の国や村やそういう地域で、まあ、使われるじゃない作られることが多くて、やはり公害や病気の元になるんです。でその、まあ、ネガティブな部分を 3% までに抑えたっていうレザーなので、まあ動物の皮であることに変わらないんだけども、そのために動物を殺めていないってことはとても重要。今はそれをまだ現段階では妥協案として使用してますけど、今後完全に動物性は廃止したかったり、あと重要なのが僕黒が好きですよね、はい、黒が多いです。かっこいいです。でこの黒はまだねナチュラルじゃ出せないんですよ。黒って難しいんですか。うん、難しいんです。なので欲しい黒を得るためにごめんなさいしてケミカルを多少使ったりしてます。僕の中で重要なのが理想の 100% ね、あの理想の 100% に到達しないと実践しない、動かない、作らないだと物事進まないと思ってるんですよ、多少妥協しても、例えば 80%OK だったら 20% はまだ妥協しよう、あとは開発を待とうという、僕はそういう考え方なので、できる一歩をまずは踏み出すことが重要だと思っていて、それでこういうことができますね。いやーすごい、本当いろいろなアイテムを展開されてるんですね。これ可愛いでしょ。可愛いです。これ革じゃないんですか。これは革なんです。レザー小物もあの去年の末から始めたんですけど、これ全て魚の革なんですよ。魚、フィッシュレザー。分かんなかったです、これは。フィッシュレザーを、はい、活用している、まあ
いわゆる新しいベンチャー企業トトトという会社があるんですけど、そことすごく意気投合して提携するようになって、その会社とのコラボ商品で、あのロックなレザー小物、もうどう見てもこれスネークスキンでしょ。はい、もうそうだと思いました、うん、てか魚と言われてもまだスネークだと思って見てます、うん、あ、今手元に、うん、これはすごいですね。あ、でもなんか柔らかくて触り心地もいいですね、うん、そうなんです。ありがとうございます。すごい。なので、これあげないですよ。あ、まあ、はい、もちろんです持って帰るところでした。そうそう、失礼しました。なので、あのかっこいいことができるんですよ、あの工夫次第で。そうか、やらなかっただけなん、まあ、いろいろテクノロジーとかいろいろもあると思うので、うん、ようやくできるようになったのかと、まあ、両方ですね。あの行動力とテクノロジーと、あとやっぱり多くの人がせっかくやりたいんだけど、ここダメじゃない、ここケミカルじゃないとか、つっつかれるポイントはたくさんあるんですけど、だから最初から言ってるのね、8割 OK だったらやりますと、2割妥協してもやりましょう、じゃないと始まっていかないから、進んでいかないからっていう考え方で、なので、まあ近年の僕のステージ衣装のほとんどはエシカルなもので作られてる。で、嬉しいのが、それを例えばステージでグレーの拓郎が来てくれたりとか、テレビでミスチルの桜井くんが来てくれたりしてるので、やっぱりミュージシャンがみんなそういう意識持ってもらえれば嬉しいんですけどね、うん、シンプルにかっこいいから真似したいって思ったところで、こういったエシカルなものだって気がつくっていう、うんうん、あ、女性もあるんですね。女子の可愛いものがあったりしますし、可愛くてかっこいい女子だとね、僕が好きなのは可愛いね、マーメイドスカートがありますね。とか、あのこれからだから、もちろんね、男性も女性も関係なく、うんうん、この意識を持っていかなければいけないものだと思うので、うんうんうん、ただ着ることでやっぱり体現できるっていうのは、うん、本当に一番身近で今すぐできることですもんね。その通り。でもう一つは、ウクライナの難民の支援 T シャツも、チャリティ T シャツも作っていますね。これは平和活動としても、うん、ということですね。そうですね。おしゃれ。で、日本に在住しているウクライナの難民の方々ですね、うんうん、が、あのプレゼントして来てくれてますね。皆さんすごく似合ってますね、うん、胸のところに。これは青空とひまわりですか。その通りですね。で、国旗がこういうことですね、作られていて。そうなんです。で、こういうのもいち早く活動されてるんですね。そうですね、多分早かったでしょうね、うん、で、ウクライナの国歌か、はい、国の花がひまわりなんです。たまたま映画ひまわりもありますし。そうですね、なので、まあ服と、いわゆる平和に対する意識で、人権に対する意識って一つですね。あと環境に対する意識が一つです、うん、これがプレゼントした石鹸ですね。これ本当にありがとうございます。とっても素敵で、うん、いい香りもしますし、これももちろんエシカルな、エシカルです。ナチュラルな石鹸で、香りもナチュラルですね。香りがしかもとても強い、うん、そうなんですね、しっかり香りがありますね。それでちゃんと白と黒ができるんですね。うん、今実はキャンドルを始めているんですけど、キャンドルがまだなかなか難しくて、 100% ナチュラルと、例えばソイとかだと、はい、難しいんですよ。ちょっと、やっぱりケミカルを使わないと、そういう今研究中で。あとこれです、シルバーですね。シルバー、うん、エシカルってどういうことですか。実はこれはあんまりエシカル関係ない実はシルバーこれからでも、はい、あのリサイクルのシルバーを使って作っていきたいと思っていますね。シルバーもリサイクルなんですね、うん、できるんです。まだそれが、ちゃんと形になっていなかったり、市場に使われていなかったりはするんですけど、そういう部分をやっぱり開拓していかなきゃいけないですね。杉蔵さんの中で、より地球やより世界に向けていいものをっていう、この探求心の源って何なんですか。もうこれが普通だから分かんないんですけど、もともとそういう気持ちに大きく自分がシフトしたきっかけは、親になったことですね、自分が。うん、これよく話して、もう100万回話してるので、いろんなところで、皆さんにとっては耳にタコでしょうけど、娘の世代、90年代にね、娘が、そして娘の友達たちが、娘の世代が、その世代の世界中の子供たちが、たまらなく愛おしくなって、その子たちの未来を自分たちで
ちゃんと良い形のものに導かなきゃと思ったんですよね、90年代から2000年代初頭にかけて。でこういう意識にすごく大きく自分が変わって、それ以来もう残念ながらその娘は26歳になってますよ。残念ながら僕が、ね、25年ほど前に強く思ったこの気持ちは今の時代にはまだ実現できてないですね。時間はかかってるわけですね。かかってますね。意識は大きく変わってきたと思うけど、結果的にまだ変わってないのが現状ですよね。また戦争も起きていますし、そうですね、エネルギーの問題がまたね原発に立ち返ろうという声もあるし、なのでまだまだ自分が動いてきて前例で全身全霊でやるべきことやってきたつもりなんですけど、結果を出せなかったっていうその罪悪感とか自分に対する戒めとかですね。なのでそれは自分が生きてるうちに本当に求める世の中になるとはちょっと思いにくい、うん、けどその道筋を作ることはせめてやってからくたばりたいなと思っていて、そろそろね娘の世代、要は Z 世代が20代中盤からこれから30代になっていく社会の中心になっていく、その時にその親の世代、僕らが何を残せたのか、どこまで素敵な世の中を次の世代に渡すことができるのか、バトンをね渡せるのか、そこにすごく自分は、まあ、自分の意義というか感じてますね。自分のやるべき、なんていうのかな、やるべき、そうですね、自分の責務だと思って、うん、はい、本当にこう間違いなく杉蔵さんの活動も姿そのものがエンタメやアーティストの皆さんだけではなくてお父さんとしても背中で見せてもらってる気がします。だって日比さん、僕の娘と変わんないですよ、もう多分ほぼと同じ小学校でしたら、うん、同じ代に通ってました、ね、3つぐらいしか違わない、ねね、なのでそれこそ日比さんたちの世代のためにやってきたんです僕は、うん、残念ながらそれが実現できなかった。でもそこでもちろん打ちひしがれているけど、まあくたばるまで死ぬまで諦めないつもりで 動きたいなと思ってますね、うん、SDGs というもの、本当に今たくさんの活動がある中で、なんかやりたいなって思ってる人がいる、うん、まあただそこにアクションがつながっていかないっていう現状もあると思うんですが、うんうん、杉蔵さんがこう今すぐできそうな、うん、いわゆる SDGs の取り組みっておすすめ何かありますか？そうですね、僕のブランドのザ・ワンネスの石鹸を使うことですね間違いないですね。間違いないです。でも本当にそうです。身につけるもの、皮膚につけるもの、食べるもの、自分に入れるもの、それすべて地球にいいものは体にいいので、うん、地球に悪いものは体にも悪いです、うん、僕はもうそれ本当それこそ20年ぐらいは少なくとも石鹸も、例えばトゥースペーストも歯磨き粉もね、はい、洗剤も洗濯もすべてナチュラルを使っている、うん、シャンプーも、それは大事なことです。誰でもできることですね、うん、ちょっと高いけど、でもナチュラルローソンで買えますからね。もうそうですよね、うん、今本当にこう手が届きやすい、うん、もちろんめちゃくちゃ安いってわけじゃないかもしれないけれども、手が届きやすい環境ようやく整ってきましたからね、うん、自分の体のために、そしてそれが地球のためになるんだったら、じゃあ自分が普段使ってるものにも 1.2 倍ぐらい高かったらそっちを注意するべきですよ、うん、あとは重要なのが簡単にできること、ゴミをちゃんと分別することとか、はいね、ペットボトルはもちろんそれは自治体によって変わるんですけど、ルールは例えば自治体によってはラベルを剥がしてくださいとか、中をちゃんとゆすいでくださいとか、そういう細かいことをちゃんとやることですよね、はい、誰でもできますよね。できます、今すぐにでも。ですよね、はい、でちょっと排気ガスを、ね、使うんだったら歩くこととか、うん、僕がすごく嫌いなこと、はい、正直ねアイドリングしっぱなしてる車の中にずっといる人が世の中に多すぎる。あ、例えば高速のサービスエリアでも、例えば一回車を停車して誰かを待ってる時でも、もう引っ張りに行きたくなるもんね、消せよって街で見かけると、うん、多いですね、うん、確かに。なのでアイドリングはしないとかね、うん、でその次の段階としてはね、EV を選ぶとか、はい、まあ、僕のようにもしね数千年の電池が使われたらいいんですけど、ガソリン車はいずれにしろなくなりますから近い将来、うん、
なのでできることはたくさんありますよ。例えばよくじゃあこういうね放送局とかどこ行ってもそう、こう紙が余るじゃないですか、みんなバリバリ捨てますよね、捨てます、これ何回でも使えますよね、何回でも、あの要は完全に書くとかなくなる前、この裏紙として使えるじゃないですか。そうですね、この2枚目のこの台本も4分の3が余ってますもんね、もったいないですよね、このエリアが、ゴミを出さないことも大事ですし、やりたいことはできることはたくさんある、あと僕はもう20年水筒ですね、20年もですか、これ20年間使ってるわけじゃないですよ、もちろんペットボトルは極力使わないとか、たくさんありますね、そう生活の中でできることたくさんあるので、だから誰もがあの実践するチャンスと、チャンスじゃないね、実践する義務があると思いますよ、僕は地球市民として、結果として自分たちの生活が良くなるんだからやったらいいじゃないのっていうことですね。その通りです。経済だけ効率の良さだけを見ちゃうと、そこに最も趣を置いてるタイプからすると、そんな効率が悪い、そんな余計なお金がかかる、労力がかかる、ちょっとめんどくさいわなんて、なんだけどもう時間の問題で、経済の中心にやはり持続可能なやり方を実践している産業がなりますので、もう少し待てば経済、お金という意味でも最も重要になります、こういう意識、こういう、取り組みが、だからこそいち早く始めておく、これがそうです、何かこう、まあ、ポイントというのもなんですけれども、価値の賞賛があるアクションかもしれないですね。あとはちょっと余裕がある人はね、じゃあそういう新しい取り組み、良い取り組みに頑張っているベンチャー企業に投資するとか、ね、そういうとても素敵な活動をしている上場企業があったらそこの株を買うとか、その企業を応援することもできますよ。なるほど、一番ダイレクトに未来にこう投資すると思うと、今はねそういうこともとっても流行ってますよ、まあ、流行ってるというか本当にグローバルにそういう意識が価値として経済としてもうものすごい勢いで大きくなってるじゃないですか。再エネ産業、エネルギー産業として間違いなく21世紀は中心になってくるので、今もう早く手を出しているところがいいと思います。波に乗り遅れるなといったところですね。さあ杉澤さんにいろいろと取り組みを伺ってまいりましたけれども、すいません、しゃべりすぎましたね、いろいろね、とんでもないです。本当にいろんな場面からいろんな角度からこの SDGs というのを改めて考えるチャンスをもらえた、そんな時間だったと思います。ありがとうございました。恐縮です。改めて2ヶ月連続本当ありがとうございました。ありがとうございました。光栄です。アフターシックスジャンクション、いろいろと音楽から、映画からさまざまなカルチャーを取り扱っておりますので、ぜひそちらもぜひ杉蔵さんにお越しいただけますでしょうか。ぜひぜひ呼んでいただけたら喜んで。ありがとうございます。ライムスターの歌丸さんも待ってると思いますので、素晴らしい、ぜひよろしくお願いいたします。ここまで SDGs ジャンクション、地球を笑顔にするラジオ第4回のゲスト、ギタリストの杉蔵さんでした。2回にわたって本当にありがとうございました。ありがとうございました。